皆さんどうもゆうやです。いかがお過ごしでしょうか。今ね、例の、裏路地にいるんですけど、もうね、ほんとカオスな状態になってて、ちょっとね、日々レベルアップしすぎて、ちょっとなんかもうすごいことになってるので、ちょっとだけね、ビデオを撮っていきたいと思います。ここが前も通ってきた道なんですけど、なんだろう、これ工事かなんかしてるんでしょうね。もう見てください、これゴミすごいんですよ。もう汚い、本当に汚い。これは工事関係ですね。ここもこんななかったんですけどね。見てください、この腐敗した扉、なんかもう蜂の巣みたくなって、なんかもう水ももう漏れてるし、これどうなってるんですかね、これ。うわ、気持ち悪い。なんか段ボールみたいに、やっぱ柔らかいです、紙質というか紙素材的な感じ。で、これ奥進んでいくと、見てください、これ汚いっすよね。前こんなんじゃなかったんですけどね。なんかね、何か流れ込んできてるのか、日々ね、めちゃくちゃ汚くなっちゃってるんですよ。これがもう続いていて、で、これあれ、なんかネズミがやっぱ最近もっと多いのか。これネズミ取るあれですね、簡単な仕掛けですね。で、ちなみにこう上、前もお見せしたと思うんですけど、もうちょっとすごいオールド香港だ、ね、すごいっすよね。ちょっと言葉を失いますね、これは。どうなったらこうなっちゃうんですかね。はい、ということで、もう裏路地終わりなんですけど、ちょっとね、これね、夜もね、来るとね、ほんと最近やばいんですよ。なんで、まあちょっと今度は別バージョンで、夜バージョンも撮れたらなと思います。ということで、このまま僕は家に帰りたいと思います。それでは、バイ。